マリマリさんは、うん、いいからやっては嫌ですって、うんうんうん、いいからやそう、いいからやっては多分 SP も NF も嫌じゃん、嫌なんじゃないかなっていう。もちろんここで挙げられてるのはトラブルのきっかけ、トラブルのきっかけ、はい、だから僕だけじゃないよここは。 SJ の人は逆にいいからやって、ルールだからやってって言われた方が、はい、イラッとは来ない。だってまあごっくんはしますよ、うん、もうこれ会社のルールだからやってか、まあ初めから受け入れてるかですね、うん、まあ、ルールだからしょうがないよねって。まあそのそれはまあ会社に入る前から分かってるルールみたいな、はい、とこじゃなくて、こうトラブルになるときってもうこれ会社のルールでしょみたいな、社長が決めたことだからやってよみたいな。あ、僕それ結構ごっくんできます。あ、うん、だって社長なんだもん、うん、だって社長が作った会社だよ、うん、うん、我慢すりゃいいじゃん、そうか、はははって、なるほど、こんな感じです、こんな感じです。で、そこが SJ じゃない人はちょっとイラッとするかもし、まあ、っていう社長が SP だったりすると、要はご都合主義的な言動、うん、だって俺タバコ吸うからさ、うん、俺会社でタバコ吸っていいよね、うんうんうん、っていうご都合主義、うん、でそのだからタバコ吸いともタバコ吸っていいよって言ってたのに、うん、俺タバコやめたんだわ今日から禁煙ね、うん、ご都合主義、ご都合主義、うんうん、とか、うん、かといってマリマリよと、うん、君も理想主義的な言動してないかいと、うんうんうん、あ NT だったら NT のこの競争主義的な言動っていうのはちょっと、あ、うんうん、理屈に合ってるのかちゃんと説明しようじゃないですか。ちゃんと説明できることもあるんですよちゃんと論理立ててちゃんと説明せよみたいな、それないんだったら認められませんみたいな、多分目の前で多分ポロポロ泣き出しますよ僕、うん、そんな感じですよね NT、はい、多分そうですね、うん、はい、視点の高さが違う感じですねってヤンバルさんに言われるんですけど、うん、高さって言われると俺が低いって言ってるのかって言うのが出てくるんですよね、うんうん、上から言いやがってって、まあ、だからこうあれですよね、大きく見てるか小さく見てるかちょっとちょっと待って、ちょっと待って、ちっちゃいって言ってません僕のこといや、なんだろう、総論と格論です、うん、はい、うん、ないがしろにしないでください。そこも大切な部分ではあるじゃないですか、はい、アネルネさん、いいからやって、考えずにやってだと私じゃなくてもできるのではってなります、うん、じゃあ私じゃなくてもいいですよね、じゃあ君は考えたことがあるのか君がじゃあ考えてやればいいじゃん、うんうん、でもポイって、あ、じゃあやってもあ、これ違う、悪い時のです、これは僕も年がら年中こんなんじゃないですからね、そういう傾向がある、あの、トラブルのきっかけです、うんうん、あ、だからそうやってトラブルをいいからやってって言ってトラブルを招いてるって話ですね。そうですね、はい、カオル君、うん、NT 的には発言に整合性がないとムッとする感じですかねと。あ、だからちゃんと説明せよ。またマリマリさんも辻褄整合性合理性大事です、うんうんうん、なるほど。僕はまあ多分感情なんで、はい、そこまで合理性は求めてない、はい、僕の気持ちが納得できる合理性を求めてる。僕が納得できる、まあ、人によって違うんでしょうね、うん、そのなんか効率がいいっていうのは分かるじゃないですか、はい、理屈として。でも会社が組み立ててきた効率が あるわけじゃないですか、うん、はいはいはい、はい、どうぞ。効率は大事ですよね大事です。効率が、うん、とどこの視点で話をするかですけど、はい、まあ、こう従う側だとすると、会社からいいからやってって言われた時に、はい、いいからやってってなんだよってなるわけじゃないですかはいはいはい。でそれがこう例えば相手が NT だとすると、はい、まあ、論理的に整合性とか合理性とか効率とか、はい、こういうそういうことを考慮して、はい、これがもう最大に効率がいいからやってみたいな感じで来るわけじゃないですか、はい、やってって言われてもみたいな、僕の気持ちはどこにあるのって感じになるじゃないですか今僕忙しいんです。ああ、忙しいが来た忙しいんです別の話が来ましたね急にそう。でもそのやり方僕あんま好きじゃないんです。好きじゃないっていう感情が来るわけじゃないですか。やりたくないっていうか、その仕事よりもこっちがやりたいんですなぜなら楽しそうだから。で整合性とか合理性とかでは解決できない問題じゃないですか。こっちが楽しい、あの人嫌い、この人楽しいとか言ってますよ仕事で。でまあ
なんだろう、会社に属してたら、はい、それは従いますよ、はい、いてられないんでそんなことが、はい、従うんですけど、まあ、いやいや従いますよねっていう、この辺ですよね。あポンさん、小さなことを確実にできるか、うん、大きい枠で見るけど細かなことができないか。だからその大きなことって多分ゴールを大きなところに設定してるんですよ、はい、でこれをやるためにこれが必要って言われれば、はい、別に何にも思わないです。この小さなこれが必要で、はい、これを積み重ねていきましょう、はい、って言われればなんか納得はするんですよ。問題はない。でもこのあなるほど、なんて言うんだろう、うん、でここがなくって、はい、とりあえずこれやろうよって言われると、はい、それ何のためにみたいな、ここだけ変わっても結局何も変わってないよねみたいな、あこっちに来たぞ今急に、なるほどっていう、多分さっきの話で、はいはいはい、まあ、多分僕の僕が突っ込んでるのは多分そこなんですよね。総論と格論の話ですね。総論と格論、これがねちょっと今はねちょっとプロレスをやってるので、はいはい、ちょっと本当にその時が来た時にもう一回この話を、うん、出せればいいんですけどね、はい、ポンさん INTJ と話してて感じることは、うん、NT は NTNT 戦略の人たちですね、うんうんうん、と感じることは良いことであり悪いことであれ、うん、真実を知りたいっていうことが強い気がする、うん、真実ってなんだ、真実ってなんだ、真実は一つみたいな真実ってなんだまあでもそこを求めるって話ですよね。真実って何だって難しいじゃないですか。真実は何だですよ、難しいじゃないですか、はい、で何だかもよく分かんないじゃないですか。そこを一生懸命探ろうとするってところじゃないですか。話し合いませんだったらみんな真実ありそうですけどね、うんうん、って考えると、うん、もうごちゃごちゃになるじゃないですか、はい、言うことを聞けになるんですよ、うん、間違ってますかね。いや言うことを聞け、官僚主義的ですかねこれは、うん、とだとすると、はい、多分違うんですよ。 NT の人には NT に合わせて言うことを聞けあってやると相手は言うこと聞いてくれるって話。じゃあ出してみになるんですね、うん、出せ出せと、ま、だからこう人をコントロールするのと、はい、自分の気持ちをぶつけるのっていう話ですよね多分。これは難しいですね、うん、で相手を多分動かそうとすると、はい、いいからやれでは動かないって話じゃないですか。そうですね、うん、相手の悪いところは自分の悪いところを刺激してトラブルになりますね、うん、お互い様かな、まあ、お互い様ネルネさん、さすが大人。コタ、うん、さんは嫌とはならないけど従わない時がある。それ嫌って言ってるよ。それそう嫌って言わないだけですからね見ててイライラするやつ。嫌アピールですよね見ててイライラするやつ、うん、それは僕もすごくわかりますもうやらないならもうもういい、うん、もういい、もういい、渡して渡して、もういらない、うん、はいはいって、うん、って言わせる戦略ですよ。そうですよねでコウタさんは SP の自由人っぽさがありますね、うん、と、うん、NP、SP の人は体調のように楽しくないとボロボロになるからしょうがないです。あそれは分かりますね。あっていうと僕は多分そこは羨ましくて、うん、僕は多分真面目なんですよ、うんうん、クソ真面目、うんうんうん、バカなクソ真面目って嫌ですよねクソ真面目っていうのはどういう意味で、なんか融通が効かない感じ。はいはい、羨ましい。いや社会でうまくいかないタイプじゃないですか。いかないタイプだから羨ましい。いかないタイプだからそっちの自由人の方が羨ましいです、うん、いや僕は多分真面目にできる方が社会でうまくいきますよ。言ってないですって。言ってますってバイクのヘルメットの中で泣いてるんですってそれはそのこっち側は泣くのが嫌だから嫌、はい、だってダダこう出てるだけですよ。楽しそうじゃないですか嫌だってこっちとらボロボロですよもう。でもそのボロボロになるのが、はい、言うことを聞いてるからボロボロになるわけじゃないですか。感覚はありますね、うん、はい、ですってことは相手からは評価されてるのは多分そっち側なんですよ。やっちゃってるんですよ。やっちゃってるっていうと何て言うんでしょう、まあ掃除問題と似てくるんですけど、はいはい、要は嫌な仕事を誰が引き受けるかじゃないですか。そうするともうしょうがねえになるんですよ、うん、でそうすると多分こう見てる人はあの人ちゃんとやってくれてる人って、見てない人は見てないんですよ。見てない人は多分そういう自由な人、僕みたいないやもう不公平っていう不公平。でもこの人たちはこの人たちで、はい、やらないから評価はされない。ポンさん論理的にこれやってと言われた時に、うん、感情的にやりたくないというのも含めて教えてほしい。感情的にやりたくない、僕の気持ちをもう言ってほしいみたいな感じですかね。
感情があることも真実だから、うん、楽しくないからやりたくないというのも教えてほしいのが NT な気がする、うん、あだからまあ言うかどうかの話ですよ。言える状況かどうか。そうなんですよね、なんかね、うん、だから多分こういう動画の場面とかだったら、はい、多分言えますよ、はいはい、それさ楽しくないじゃん、はい、ここは自由な場ですからね、うんはい、って言えるんですよ。それを仕事の場上司から言われた時に、はい、それ楽しくないとは言えないから我慢してやりますよね。そうですよね、 SP でもあのエアコンのバーって細かい、うん、あの型番が書いたようなあ、はいはいはい、やつをやっといてみたいな、うん、って言うのも、うんうん、楽しくないからやりたくないとは言えない時ってあるじゃないですか。忙しいからやり、うんうんうん、これをでも論理的にじゃあなぜやりたくないのって言いなさいみたいなのってあ、まあ、やりたくない、まあ、感情だから、はい、私はこれをやりたくない、はい、これをやるとしんどいんですっていうアピールをしてくださいって話ですよね。それを言ってくれないと私たちには理解できませんからみたいなNT の人たちは多分そんな感じなんじゃないですか。な嫌なら嫌なって言ってくれればそこもちゃんと考慮してこう考えますみたいな。ああなるほど、うん、そこで腹を立てない人たちなんですね、うん、そうやって言われたとしても論理的に、はい、だからいいからやれよみたいな、はい、買うことを言われると、はい、いいからやるじゃなくてちゃんと論理的に言ってくださいみたいな。感情的に嫌だったら感情的に嫌だ、やりたくないんだったらやりたくないって言ってくださいみたいなとこだじゃないですか。それを受け入れられるのはすごいですね、うん、逆にただこう仕組み上やりたくないって言ってもやらざるを得ませんみたいなことは言ってくれると思うんですよ。あ、はいはい、マリマリさん SF のパートナーにこれこれこういう理由でこうしなければいけないよと伝えても、うん、分かった、うん、でも別に理由は言わなくても大丈夫だよと言われるので、うん、びっくりする NT の私ですと、うん、SF、うん、俺か SF 僕ですね SF、はいはいうん、これこれこういう理由でこうしなきゃいけないよって言われたときに、うん、あまあ理由は言わなくてもあそうですね。ああ、うん、僕が ISFP だとすると SF じゃないですか、はいはい、NF かもしれないですけど、はい、確かに僕もあまりなんでとはならない気がします、うん、そのなんで僕なんでってなるときとならないときがあって、はい、自分そこはこう自分がやりたいかやりたくないかなんですよ、はい、やりたくないことだったら極力に入れたいじゃない、やりたくないでそのやりたくない気持ちを、はい、やるって方向に向けなきゃいけないからあの説明が欲しいんですよ。納得、自分自身をこれやらないとあなた明日から飯食えませんよみたいな、お客さんこんだけ逃しますよっていう理屈が欲しいんですよ。そこでもうしょうがないやるかってなるんですけど、なんかやりたくでどっちでもいい時は別に説明いらない、はい、これやってって言われたら分かったってはい、になりますよね。内向感情、はい、自分に気持ちが向いてる、自分のやりたいことだからだとは思うんですよね、はい、自分の感情を抑えなきゃいけない。僕やっぱじゃあ、うん、外向感情あこの人が怒ってるとか、うんうんうん、怒ってないで、うんうん、その方が先な気がする、うん、あのこれこれこういう理由だから、うんうん、っていうよりも、うん、この人が、うん機嫌が悪くなるのが嫌だから、うんうんうん、まあやっときゃいいや、うん、で僕はのが先な気がする。僕の感情を殺さなきゃいけないから、はい、殺す理由を探してるんですよ。殺せる理由というか、なるほど、なんかねあの SF に関しては分かった気がする、うんうん、はいはいはい、はい、NF でも多分内向感情、あそっかそうですね、うんうん、で T の人はそこに、うんうん気持ちとかじゃなくて、うんうん、論理的なことがいるってことですね、うんうん、そう納得するのに納得する、それが一番しっくりくるわけじゃないですか。自分の行動になんか合理的性があるかどうかみたいな、はい、で確かにいいからやってその会社のルールだからやってっていうのは、うん、会社のルールが、うん、なんかそこ論理的じゃないよねって思ってるから受け入れられないので、うんうん、そこを理解させようとすると、うん、あじゃあここはこう変えてもいいからやって、うん、とか、まあ、要はこうもやもや多分会社とかになると、はい、いいからやってでも多分多くの人は聞くと思うんですよ。まあそうですね、うん、組織だから、はい、でもこうもやもやした思いを抱えたまま多分やると思うんですよ、ね、はい、なるほど、うん、すっきりせずに逆に、うん、今ピンときたのは、うん、僕このやり方じゃなくても、うんうん
このやり方でもいいですかとか、あ、はい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 、ゴールが一緒ならいいんですよ。わかります。あの工程どうでもいいです。だとすると、うん、話し合いの余地はありますね。話し合いの余地はあると思うんですよ。話し合いの余地を含めた話し合いをするべきですよね。だからいいからやってっていうのはもう話し合いの余地を、はい、なくしてますね。なくしてる感じがするんで、はい、多分問題ですよね。問題になる。会社のルールだからやってとか、ルールだからやってっていう、うん、そこは確かにそうですね、うんうん、なるほど、うん、